キャッチャーで見張る9分1厘の11ホームホーマーって素晴らしいじゃないですか。ランナーがスタート2塁へ、おっとダブルスチールか、ホームへ突っ込んでからホームイン、清原ホームイン、将来1点の追加、ランナーは一気にデスラーで3塁へ、ホームへ突っ込んでくる、ほらバックホーム、どうだ、タッチホームイン、ホームイン、いやいや素晴らしい走塁です。将来1点の追加、なんと7対3、これは大きな大きな得点です。いや見事なダブルスチール成功、恐れ入りました。これがライオンズ野球です。惜しいですね、これサーカスですよ。いやー、このシーンをもらいただきましょう。